25日の準々決勝から、前線の選手を入れ替えた日本は、直前まで別メニュー調整が続いていた久保建英をベンチスタートとし、結果に植える山田大人を先発起用する。フォワード登録の選手を4人並べた UAE 戦に比べ、若干、守備に重きを置いたメンバーを送り出した。フォワード山田大人の2ゴールで、前半を2の1とリードして折り返したが、後半に追いつかれると、さらに2つの PK を与えてしまい、 突き放された。フォワード久保建英、東京 U18 はベンチスタート。後半途中から出場したが、得点には絡めなかった。森山芳雄監督は、もっとしっかりした守備の中で、チャンスを作りたかったが、バタバタ感があった。この悔しさを胸に刻んで、また一からスタートしたいと話した。日本はすでに4強入りし、U17W 杯出場を確定させている。なんとか後半35分くらい。 2の2から見れたけど、4点目の PK は完璧シミュレーションだわ。アジアの審判のレベルは低いって言われてるけど、ここまでひどいのは久しぶりに見た。でも、それでも勝てないと W 杯で結果は出せない。これが実力。ちょっと今日は下手すぎでした。ムラなくさないと今後も勝てないよ。期待したけど、意外と大したことなかったな。イラクの方が全然気合いが入っていたよ。日本は 厳しさが足らずマイペースな感じだったでもアジアチャンピオンで浮かれていくよりダブルカップ本番でいい成績を出せるような気がする。なんで初めからベストメンバーでなかったのかがよくわからない。